どうも、どうも、こんにちは、こたたです。本日は、レジェンドアルセウスにて、ギラティナをゲットしに行きます。では早速行ってみましょう。ルーラー、いや、それ別のゲームだから。よしよし、やっていきますか。ギラティナをゲットできる、サブ任務は、裏ボス戦を、ことぶき村に戻ると自動受注となります。ただいまー、今帰ったでー。はい、これで、群青の海岸の隠れ泉への道で、ギラティナに会うことができます。群青の海岸の隠れ泉への道は、ここです。早速行きましょう。はい、群青の海岸に到着。ではでは、隠れ泉への道に向かいます。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。はい、到着。この洞窟の中にギラティナがいます。いたー、ギラティナだー。今回は、アイテムを当てるとかはなく、近づくと、自動的にバトルになります。ゲットしないと、任務達成にならないので、ちゃんと準備して、ゲットしましょう。また倒してしまっても、洞窟を出入りすれば復活します。あー、ギラティナ。かっこいい。はい、ギラティナ様とバトルです。今回もよろしく、ダークライ。よしよし、行け、ハイパーボール。やったー、ゲットしました。ギラティナゲットで、大丈夫。ギラティナを倒すと、自動的に大発金玉をゲットします。ギラティナに、大発金玉を使うことで、アナザーフォルムにすることができます。無事ギラティナをゲットしたので、博士に報告しましょう。おーい、博士、捕まえたで。はい、これで任務達成です。いかがだったでしょうか？裏ボスを倒した後であれば、誰でもゲット可能なので、皆様もぜひゲットしてください。今回は、即バトルだったので楽でしたね。わら。てなわけで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録や、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、みんなもポケモン、ゲットじゃぞ。